少しだけ配信します。何十分か。48タイムズ公開された。あ、そっか、10月号。そうだそうだそうだね。こんばんは。皆さん、この度は難波鉄砲隊に投票していただいてありがとうございました。皆さんのおかげで2位をいただきました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。2位ありがとう。ありがとう。昨日は本当に皆さんありがとうね。ミュージックビデオも作ってもらうみたいやし、なんとね、公演の7人での公演の初日メンバーとしても公演ができるので超楽しみ。いっぱい楽しみなことが、楽しみだね。本当にありがとう、みんな。ありがとう明日お話し会楽しみ。そう、明日はお話し会、久しぶりのなので楽しみましょう。話せる人は。本当にありがとうね、投票してくれた皆さん。カッポーさんおるめっちゃいいグラビアでしたね。ミカナハンの希望でのプロデュース、ぜひなんちゃらですねって。そう、48タイムスさんが今日公開されたので皆さんチェックしてください。お願いします。めっちゃ可愛い服で、衣装で撮りましたよ見てね、みんな。ショールーム終わったら見てね。本当に楽しみ。公演とかもどんな公演になるんやろう。ポニーテールやっぱ好き、嬉しい。昨日もポニーした。ジャングルレディオも楽しみ。そう、ジャンレディのお便り募集中です。ミカナとスーさんとミキさんの3人でジャンレディをね、ジャンレディが入ったのでお便り待ってます。ミキさんめっちゃ嬉しい。
めっちゃ嬉しかったって言ったら、1位にミカナを1位にしようと投票してくれたみんなにはこんなね2位になったのを喜ぶのはちょっと失礼なんかもしれんけど、でも本当にね嬉しい。みゆきさんだって名前呼ばれた時のみゆきさん生まれたての小鹿やったもん、可愛すぎた。これ何？金魚さんがくれたやつ、なんかでなんかすごいやつが来た、ありがとう。うわまた来たよ、ウィザートさんも。なんこれ、なんかフルーツ盛り合わせみたいな、秋の食材盛り合わせみたいな感じ、ありがとうね。いやマジでありがとう、みんな。1位にミカナがセンターなりたいって言ったばかりにみんなが頑張ってくれて、まあ1位にはなれんかった。危ない、アイロンずっとついてた、危ね。1位にはなれんかったけど、みんなが頑張ってくれたのとかを見て本当になんかすごい幸せやったし、みんなからの愛情もめっちゃ感じたから、そうやってわがまま言ってよかったって思った。なれんかったけど、なれんかったからみんなには悔しいって思わせたかもしれんけど、でもみんなで頑張れたから言ってよかったなって思いました。クソって思ってたらごめんなさいやけど、なれんかったくせに初めから言うなよって、投票して損したわって思わせてたなら申し訳ないって思った。でもでもミカノは言ってよかったって思った。伝わってるか分からんけど、こんな言葉で。ありがとう。みんなありがとう。ありがとうね。ニャンスーで新芽楽しみね、楽しみ、嬉しい。スーちゃんと一緒に嬉しい。ケイトちゃんもチッヒーさんもひなちょも若菜も嬉しい。嬉しいね。ちひさん。ありがとうございました。本当に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 。あと劇場公演もお客さんを入れての公演が始まるちゅうことで、感染予防をしっかりとしながら、人数はすごい限られてくるけど、それが本当に嬉しい。ありがとう、ありがとうって誰にありがとうって感じないけど、超嬉しい。
12日の個人の部屋から客入れを再開するっちゅうことで、あ、みんな応募したん？いや本当にね嬉しい、やっとやっとやっと。でもやっぱ不安なとこもさあるよね、みんなもやし、こっち側もやから、みんなでちょっとでも咳が出たりちょっと体調がおかしいなって思った方はね、来ないようにしてくださいって言ったらあれやけど、だからねみんな感染予防を日々しっかりして、そういう公園に来れるようにしましょう。そう、コールとかうちはもうダメなんやっけな、うちわの持ち込みも。だから前とは結構違った感じにはなるけど、でもとにかく嬉しいね。そう、7期生のお披露目もあるから本当に楽しみ。12日楽しみ。マスクに何か書こう、いいやん、あ、いいね。え、普通にさ、ミカナがさ劇場出れるようになったらさ、マスクにさミカナって書いてきて、うちわ代わりにミカニャンって。そしたらわかるから、ミカナ推しやって。推しマスク流行りそう、流行らせようみんなで。推しマスク、うちは禁止やから。え、これなんか可愛くさ、女の子とかもさデコってさ、いつもさ女の子いっぱい可愛いうちは作ってくれるからさ、そういう感じでさ可愛くして、絶対可愛い。電車の中恥ずかしいやん。いや、それは違うの持ってこよ、違うのっていうか普通のつけて入るときに。絶対かわいい。推しマスク、グッズで作りたいの、推しマスクって。絶対かわいい。フリフリとかつけたい、フリフリってレース。使い捨てできんな、確かに。洗える布マスクに、布マスクに布で作ろう。プリント、プリントとか、プリントなんかできるじゃん、プリント、写真プリントとかできそう。むずいか。そのまま忘れて劇場から家まで押しマスクする人が続出。確かに忘れそうやもんね。それはちょっと変えてほしいわ。
アイロンでペタッとかね、できそう、そういうの。息できんわって、確かに布がいっぱい重なって、ナイスアイディア。マスクに令和ってなん、ギャルいた。なんかさ、安倍のマスクのでさ、めっちゃデコってるのが流行ってるんやっけ、 JK の中で。なんかインスタでめっちゃハッシュタグでなんか見た気がするマジで可愛いよね JK のすることいつの時代も JK はなんかすごいよね。もう JK がもう一言可愛いといえばもうそれは可愛いんやから、すごいよ。 JK がやれば流行るんやから。ミカノは JK じゃない、もうすごいよね JK、 本当に可愛い。ずっといくつになっで制服いつか卒業をしても JK の目を見させて。お話し会楽しみ、明日。やっと話せる人、やばい、ちょっとやばいぞ。話せる？みんな楽しみ楽しみ楽しみ。楽しみ。なんかみんないっぱい話そう、いっぱい話したいことあるね、いっぱい話したい。そうだ、台風は大丈夫ですか？台風が急接近で、なんか過去最高みたいな、過去最強のみたいな言ってるけど、ニュースで。大丈夫ですか？九州あたりが特に大変だね。そうね、らしいね。みんな備えて、しっかり備えて、九州の方とか。備えてね、本当に。舐めたらあかん、舐めたらあかん。どんな音程やっけ。人生舐めずに、台風舐めたらあかんで、怖いよ。気をつけて、本当に気をつけて。人生舐めずに、台風舐めずに、
山口ってあんま台風直撃しないイメージ。そう、山口は地震も少ない、台風も少ない、大雨も少ない、火災も少ない。山口県だけ台風避けるのよ、昔からずっと思っとった。本当にね、台風全然こん。大阪もさっき雷すごかった。あ、そうよね、やっぱ雷なんか一瞬なんかゴロゴロみたいな聞こえてびっくりした。ガードレールオレンジ、オレンジ。山口県は白もあるけどオレンジもある。ないやろみんなのとこには。山口県にはオレンジのガードレールがあるだよ。黄色いガードレール走り抜けてさ、目指すはトゥ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 白い砂浜、トゥ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 角島、テレテテテタタンのヌタタタタ、おいでませ緑空気清らかな水山勝さんの曲。なんでオレンジ、なんでなんやろ知らん、調べとこう後で。夏みかんで、みかんのオレンジ。あ、そうなんや。あー、そういうことね。夏みかん色かわいいじゃん。目立つからだと思ってたね。みかんは目立つからやと思ってた。なんか危ないから。僕たちのグッドドゥ、瀬戸の穏やかな流れに育まれてライブ行きたいな。みんな本当に話したい、お話し会で早く話したい、話したい、話したい、話したいよ。話したい、早くみんなと話したい。何秒くらい話せるんやろ。めっちゃ緊張する、どうしよう。そんなそんな、みかなやで、緊張せんでいいよそれは自分やから思うやもんな。みかなやで。てかモバメ、モバメ届いてない人、なんかね、モバメ届いてないっていう声がちらほら聞こえちょるんだが、来てるよって。そうそうそう、普通にあの来てる人もおるんやけど、多分みんな来てるんやろうけど、ほら31日か届いてないって。ミカのずっと毎日送ってるよ。なんでなん、なんかね、ちらほらね、何人かいてね、
30なんか今月来てないみたいな、期限切れ、更新した上で言ってるんやと思う多分。送ってるのよね。今日はいつ？更新していてもなる人はいるかも。なんでなんやろな。なんでなんやろ。二人目追加してモバメ取ると30日で契約切れちゃうからかも。あ、そうなん？そんなことがあんの？その可能性はありえますか？誰か追加したんですか？まあいいんやけど。迷惑メールフォルダ行きとか。迷惑メールにされてんの？まあとにかく送ってるんでちょっとね。なんでやろな、原因が。謎いね。ちょっともうそろ終わります。何分やってるんやろ。お腹減った。30分くらい？じゃあもう終わりますね。ちょっとな、やらんといけんことあんのよね。ランキング読みます。13位日本橋のけんさん、12位ゴンちゃんさん、11位ひさとさん、10位和おじいさん、9位マリア超ガチ恋久夫さん、8位末広さん、7位ゆうすけさん、6位山ちゃんさん、5位ソーサバナさん、4位よしあきさん、3位エレンちゃん、2位ウィザード2463、1位金魚さんでした。ありがとうございました。スクショタイムをしようかな。髪巻いてないからドストレート。はい、ありがとうございました。みんな本当にまあ一応これ鉄砲隊のお礼配信のつもりやったんですけど、本当にありがとうございました。ありがとうございました。投票してくれた皆さんお疲れ様でした。いっぱい寝ましたか？ちゃんとね、ミカナにいっぱい投票してくれて、もしかしたら日々の生活をちょっとなんやろ、ちょっと貧しくさせてさせちゃってたかもしれんから、ちょっとちゃんと自分にもお金を使ってください。美味しいもの食べてください。お願いします。わしからのお願いです。それが本当にありがとう。本当にありがとう。バイバイ。またねー。